こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は中国地方政府傘下のインフラ投資会社融資平台の債務が2027年には100兆元2000兆円ということで、1つ目、国際通貨基金 IMF の推計2027年には100兆元約2000兆円になる。2つ目、融資平台は中国の地方政府傘下にある資金調達とデベロッパーの機能を兼ね備えた投資会社。3つ目、融資平台は地方政府の指導のもと橋や道路などのインフラ投資の建設。4つ目、中国政府は特別再融資債券総額約1兆5000億元を地方政府に配分する見通しということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、これは中国地方ではなくてチャイナですね。中国の地方政府の傘下にあるこの融資平台という会社の債務借金が2027年には1000兆円に超えるのではないかというお話です。1つ目ですね、この国際通貨基金 IMF の予想ですね、予測推計2027年には100兆元2000兆円になると。でこれは IMF の予測で、2021年から先は全て予測と。でチャート上の上から2番目の色のところですね、これが融資平台の部分になっています。で、まあ、見ていくと毎年100兆円ずつぐらい増えていっているような勢いになっていると。でこのチャートですね、グラフを見るとよくわかるんですが、まあ、中国の中央政府、要は国のところと地方政府、融資平台、政府系基金ということで、これらを全部合わせると、これは2027ではなく2023年の時点で3000兆円の債務が中国には今あるという感じです。ただ中国は GDP 高いので、今2600兆円ぐらいあるということで、まあ、それより若干債務が増えてきているというのが今の状況です。2番目ですね、融資平台、中国の地方政府傘下にある資金調達とデベロッパーの機能を備えた投資会社ということで、まあ、この中国政府っていうのは、この財政規律の維持のために地方政府の債務発行を原則禁止していると。まあ、地方政府ですね、まあ、要は日本でいうと県とか市とか、東京だったら区とかが債券を勝手に発行することを中国は禁止していると。なんとか省ですよね、雲南省でしたっけ、まあ、貴州省とか厚生省とか後で出てくるんですが、そのようなところが勝手に債券を発行できないように中国政府が仕切っているという感じです。でそうすると、地方政府は中央からの交付金ですね、税金を交付されているものをもらう、もしくは地方政府の税収、もしくは銀行融資から予算を設定しているというのが通常のところなんですが、まあ、この地方としては経済成長狙いでインフラとかですね、この不動産開発を積極的に行ってきたというのが今の状況です。で、まあ、これが法の抜け穴になっていて、融資平台、地方政府傘下の投資会社で、この銀行とか信託会社から資金を調達する影の銀行というふうに呼ばれています。3つ目、融資平台は地方政府の指導のもと橋や道路などのインフラ投資の建設ということで、まあ、これお金は実際のところですね、この理財商品と呼ばれる、まあ、いわゆるファンドみたいな債券みたいなものを個人が買うと、まあ、もしくは法人が買うという運用商品を買ったお金がこの融資平台に流れて、先ほどのインフラ投資とかをしているという状況です。で、まあ、今中国も当然インフレ率が高く、銀行の金利をインフレ率の方が上回っているので、個人とか企業がこのようなですね、先ほどの理財商品というのを買っている状況になっていると。で、中国の共産党の人が地方自治体のトップにいるので、まあ、ここの出世競争のためにも成長につながらない公共投資をたくさんしているのが、この今の融資平台を使ったスキームになっていたと。4つ目、中国政府は特別再融資債券総額約1兆5000億元を地方政府に配分する見通しということで、まあ、これだいたい今1元で 20.1H 円なので、まあ、30兆円ぐらいを地方政府に配分するということをやっていくと。
ただし先ほどの2027年には融資平台だけで2050兆円ぐらいになってしまうので、まあ、今焼け石に水の状態というのが今の状況です。で、まあ、これ今考えれば各地方自治体のトップが自分のいる場所ですね、自分のいる都市から破綻するわけにはいかないので、今そこのおそらく、まあ、ババ抜きというか非常にナーバスなところに入っているのかなという感じです。で、当然ながら銀行はお金が戻ってこないから不良債権を抱えると、まあ、日本のバブル崩壊と一緒ですね。で、先ほどの信託商品、利財商品と呼ばれているものはデフォルトですね、破綻してお金が返ってこなくなる可能性が高いというふうに今なってきています。で、危ないところが今言われているのはこの天津省とかですね、ここはもう債務が10倍規模になっていると、もともと持ってるお金の10倍貸してるんで、まあ、ほとんどもう戻ってこないのではないかというふうに言われています。あと重慶省、湖南省、貴州省、江西省っていうところがどうやら危ないというふうに言われているので、まあ、私事ですがうちの会社も銀行送金海外にするんですが、今海外送金非常に厳しくなっていて、中国の何とか省にはお金を送れませんとかってもう言ってました。まさにこの話だと思うので、中国と取引のある国内の会社はそこを補填するためにお金を多分送れないようになってるのかなって、まあ、焦げついてしまう可能性もあるから、止めることはいいと思うんですが、そのぐらい追い込まれてるのかなという感じです。で、そろそろまとめですね。まあ、最初の日本円でいう2000兆円っていうのは IMF が推計している2027年の状況なので、まあ、それはこれから先に起きてきた時にもっと増えるかもしれないし、もっと減るかもしれないという感じです。で、まあ問題はこの融資平台がそもそも儲からない公共事業でたくさんの不動産開発とかインフラ投資をしたことが多分問題だと思うんですね。まあお金が、中国は景気が良かったので有り余っていて、不動産神話でずっとお金がもう日本のバブルのように不動産持ってればどんどん売買ゲームで増えていくっていうことをやっていて、そこにさらに道路とか橋とか、まあ、あと住宅もそうだと思うんですが、もうジャブジャブにお金を、国ではないところがこの地方自治体がお金を借金してどんどん利回りのいいファンドを作って売ってですね、そのお金で投資していったことが最大の要因かなというふうに思います。で、まあこれ本当に日本のバブル崩壊だとするとアメリカには影響は出なかったと思うんですが、中国の場合これ額が大きいので、どこかしらにダメージが返ってくる可能性はあるかなというふうに思います。本日の動画ためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄にですね、ご質問とかご感想があればぜひ書いていただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資、お金を増やす、守るということに対して動画作りしています。まあ今日みたいにちょっと経済の話、世界的なニュース、支配者論から陰謀論から心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間 Zoom で個別相談というのをやっています。水曜と日曜日にやっています。まあ、アンティークコインとしてお金を特に今守りたい人ですね、非常に多いので、ぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。日時合わない人は日時調整、ズームわからない人はお電話でもしてますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。